ドメニキーノのコロニスを殺害するアポロン。アポロンに射殺されるコローニスを描いている。ロンドン、ナショナルギャラリー所蔵。コローニスはギリシア神話の女性たちである。長母院を省略してコロニスとも表記される。主に、のほか、数人が知られている。以下に説明する。このコローニスは、ラピテイス族のオープレニュアースの娘で、 医術の神アスクレーピオスの母とされる。コローニスの物語はカラスの色が変わる変身譚と共に語られている。ヘーシオドスによると、コローニスはアポローンに愛されて子を身ごもったが、プレギュアースによってエラトスの子イスキュスと結婚させられた。しかし、多くの現象では、コローニスが自らイスキュスと密通したとされる。ピンダロスによれば、コローニスはアポローンに愛されて、 子供を見こもったにもかかわらず、アルカディアからの客人、イスキュスに恋をし、父、プレギュアースに隠れて、イスキュスと密通した。しかし、アポローンはすぐに気づき、アルテミスを送ると、アルテミスは多くの者と共にコローニスを射殺した。しかし、コローニスが火葬されるとき、アポローンは自分の子を救い出し、敬老に養育させた。 後に成長したアスクレーピオスは死者さえも蘇らせる、名医になった。ピンダロスの物語では、カラスは登場しないが、多くの物語では、カラスが、コローニスの密通に気づき、アポローンに知らせる。アポローンは怒って、以前は白い色だったカラスを黒い色に変え、またコローニスを殺した。しかし、アポローンは後悔して、自らの手で仮装し、その際に子、アスクレーピオスを、 コローニスの体内から救い出して、ケイローンに養育させた。アントーニーヌス・リーベラーリスでは、コローニスの三つの相手は、アルキュオネウスとされる。エピラウロスの詩人シュロスによると、コローニスは、プレギュアース・トムーサの一人、エラトート・マロスの娘クレオペマーの娘である。パウサニアスによると、プレギュアースがエピラウロスにやってきたとき、コローニスはすでに、アポローンの公民を持っていた。そして、 プレギュアースに同行して、エピラウロスにやってきて、アスクレエピオスを出産し、ミュルティオンさんに捨てた。この赤子アヤギに養われ、羊飼いアレスタナスに発見された時、神々しく光っていた。なお、一説にアスクレエピオスの母は、レウキッポスの娘アルシノエーとも言われ、古代でも意見が分かれていたが、アポロパネースという、アルカディア人が、デルポイで、どちらの伝承が正しいか、 神に質問すると、コローニスの子であるという答えが返ってきたという。このコローニスは、ポーキス人のコローネウスの娘である。ポセイドオンに求愛されたが拒み、逃げている時に、アテーナーによって、カラスの姿に変えられた。このコローニスは、オーリーオーンの妻で、コローニスたちと呼ばれる二人の娘たちメーティオ系、メニッペイの母。このコローニスは、 テッサリアーでディオニューソスを祀っていた信者の一人である。ボレアースの子のブルテイスにさらわれて、ナクソス島に連れて行かれたが、コローニスがディオニューソスに祈ると、ブルテイスは狂気に疲れて推しした。ありがとうございます。